日本鹿児島県いぶすき市申請法申請法は、鹿児島県いぶすき市の大技。旧薩摩国いぶすき軍、今泉郡申請法村、いぶすき郡、今泉村大技申請法。郵便番号は8910313。人口は769人、世帯数は350世帯。いぶすき市の北部に位置し、港川上流域に位置する。 阿佐イの北方には、イブスキ市岩本、南方から東方にかけては、イブスキ市西方、西方には、イブスキ市池田にそれぞれ隣接している。阿佐イの中部を、鹿児島県道28号岩本開門線が、東西に、南部には、鹿児島県道236号沿宮ヶ浜線が、東西に通っており、西部のサチア地区で交差している。集落は、 南東部の港川流域に集中しており、集落とともに高地が広がる。延響元年に、島津忠史京が、大二24年に、川辺城の戦いで、泉家当主であった直久が戦死して、以降、断絶していた泉家を継ぎ、今泉島津家と称し、その際に、イブス記号及び栄里の一部から、今泉家の資料として、今泉と津里が編成され、 指宿合くホーム村のうち半分の区域が分割され、新ーム村として分尊され、新ーム村は今泉号に属した。新ーム村は薩摩国いぶすき郡今泉号に属し、村高は三州五地西洋欄では、いぶすき号内ーム村より分、ると記載されており、村高の記載はない。急行給料取調部では447国。 あまりであったと記載されている。1889年に町村制が施行されたのに伴い、それまでの今泉号の全域より今泉村が成立し、それまでの新請法村は今泉村の大技、新請法となった。1954年4月1日に今泉村が、イブスキ町と合併、同時に市政施行し、イブスキ市が成立。それに伴い、 イブスキ氏の大技、申請法となる。2006年1月1日には、イブスキ氏が山川町及び海門町と新設合併し、申請のイブスキ氏となったが、旧イブスキ氏の区域では、大技なの変更はなく、住所の表示は従来通りである。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。